さて、岩手県で開かれた全国知事会議は2日間の日程を終えて今日閉会しました。小池知事は2020年東京オリンピック・パラリンピックの聖火リレーに宝くじの収益を充てる考えを示したほか、東京一極集中の指摘に反論する場面もありました。聖火リレーなどについてはオールジャパンなどで盛り上げていけるように、国のご支援、そして宝くじ財源の活用に向けて検討したいと考えているところでございます。東京都は大会の開催費用が増加していることから、すでにおよそ126億円が充てられることになっているオリンピック協賛宝くじの追加発行を検討しています。小池知事は収益を聖火リレーの経費や都外にある会場の運営費にも充てる方針を示しました。このほか、東京一極集中の是正に向け、23区内にある大学の定員の拡大を認めないとする決議についても話し合われ、小池知事は反対しました。東京対地方というような構図ではなくて、東京と地方が共存共栄して日本の発展に寄与する、日本全体の創生を目指すべきだと、その場所ではなくて、そこで何をどう教えているのかということがポイントになってくるのではないかと。小池知事らの反対で認めないとする文言は抑制するに修正され、決議は採択されました。大学はどうあるべきかという問題をですね、東京問題とすれ、すり替えるということは、私は日本の教育にとっても良くないと思っておりましたので、こういう結果できちっと反対すべきところは反対させていただいたということであります。全国知事会議は今後、都内の大学の定員増加を抑制する法整備を政府に求めていく方針です。